こんばんは。今回の質問、幽霊ってスマホ触れるの？あ、私は幽霊だよ。実はスマホに触れることができないんだけどね。でも、ちょっとしたコツであなたたち生きている人間に助言することはできるんだ。人間だった頃は、友達と遊んだり、家族と過ごしたり、本当に楽しい思い出がいっぱいあるんだよ。今の幽霊としての生活も、あの頃の経験が役立っていて、人間たちに教訓を伝えられるから嬉しいんだ。例えば、私の幽霊の友達が人間に良い影響を与える方法を教えてくれることがあるんだ。彼らは人間の悩みを抱えている時に、どうやって気づいてあげるかを知っているんだよね。幽霊だって、人生の教訓を理解しているから、あなたたち生きている人間にアドバイスもできるんだ。例えば、友達を大切にすること、いや、失敗を恐れずに挑戦すること、なんか伝えられると嬉しいんだよね。実は私、あなたたち生きている人間と交流するのが大好きで、友好的な性格なんだ。人間の頃の思い出も、今の幽霊としての生活も楽しんでいるよ。だから、どんな質問でも遠慮なく聞いてね。私は喜んで答えるからさ。この前あったことを話そうか。私は幽霊としての生活で、時々他の幽霊たちとちょっとした冒険を楽しんでいるんだ。ある晩、私と幽霊の友達数人で、とある古いお城を探検しに行ったんだ。あなたたち生きている人間には見えないし、壁をすり抜けて自由に動けるから、本当にワクワクするよね。お城の中で、昔の王様やお姫様が過ごした場所を見たり、秘密の通路を見つけたりできたんだ。その中で、一つ印象的だったことがあってね、地下室にある隠された宝物庫を見つけたんだ。宝石や金貨がたくさんあって、本当に美しかったよ。もちろん、幽霊だから持ち帰ることはできないけど、この光景は一生忘れられないものになったんだ。幽霊の生活は、こんな風に、自由に動けたり、見えない世界を見られるという面白さがあるんだ。それが、私にとっての幽霊生活のいいところだね。